続きっすね。今度鉱山と登録です。狙いはもう言いません。つうかまあゴールドリッターなんで俺の狙い。あとバーディーレアとかね。スパイクショット。お、来ました。ズラと6。こいつ強いですね。はい、必要なカードが来ました。まあ、かなりレジェンドワールドで絶対に必要なカード3枚ってのがあって、このズワロとこいつが入ってるんです。ズラと6が。で、あともう一つレジェンドワールドでその必要なのがあれですね、あの剣、なんだっけそう、あいつです。レジェンド最強の剣、忘れましたこの間出したんですけど忘れました。とにかくあれが来てほしいって感じですね。マーリンも三強ですね。そういう絶対に必要な、俺が勝手に決めてるだけだけど。はい、来ました、ガルガンチュアブレイド。こいつ強いです。切手札2枚とゲージ2を払わなきゃいけないんですけど、ライフが上がるんで。つか今回ズラトロク来たんで当たりだと思いますね。名前覚えづらいっすね。はい、聖杯。こいつ結構いいね。5000で破壊すれば1だと。あ、そうだ、ゴーザンガルガンチュアパニッシャーっていう技があるんですけど、それも狙いの一つですね。アビスシンフォニアいらん。まあ、ぶっちゃけこれ必要なカードでもあるんですけどね。これぶっちゃけるとデッキ、ダークネスドラゴンワードのデッキ作るんだったら必要ですけど、まあ作りはするけど別にそんな何枚もいらないっていう。つかあれ当たりまくるんで、アビスシンフォニア、だいたい一箱買えば結構当たりますね。つか当たる、つか俺が個人的に何枚も持ってるだけですけど。レフトソード、こいつ結構強いね。デュアハンの号令ラスト。まあ今回ズラトロク出たんで当たりですね。個人的にはですけど、なんで今回こんな上げ方なんだろうとか、まあ突っ込まないでください。はい、昨日すんませんでした。あと、お、光ってる、来ました、黒竜の盾。おお、来た。はい、もう2枚目ですね。スローペイン4。つうことで、今回、まあ、当たりのカードが来ました。はい、ズラトロクっていうかなり優秀なカードです。このカードが登場したとき、君のデッキの上から2枚ゲージに合う、フォーボルカと似たようなカードと、これですね。スローペイン4、2枚目です。つうことで、今回当たりだと思ったのはこれですね。まあ、さっきほど開封したメアリースーと、まあ、ラハルは当たりじゃない。こんな感じです。はい。3枚もいいカードが来てくれました。嬉しいっすね。つうことで、まあ、今回は終わりたいと思います。そして結構このスパイクのやつも意外といいってことが分かった。はい。面白いカードですね。あと、ライトソード。さっきレフトソードありましたけど、こいつら強くね。意外といいですね。こういう追加能力のあるサイズ1は。結構貴重だと思います。あれ、ゴーザンガルガンチュアパニッシャーが出なかったっつうのが、まあちょっと痛い。